アニメ業界を研究している研究者の中澤です。はい、リガー最速男、最速ピー太郎です。最速ちょっとなんか違う意味でも最速って面白いですよ。え、何がですか？最速なんですよ。最速？最速、夜も最速。あ、へへへ、誰が夜のスピードスタイル。どうも、水気でございます。今日は何ですか？今日は、アニメ映画見てきました。最速レビューです。金の国、水の国。はい、岩本奈緒さんの作品でございます。まあ、僕たちね、映画結構今アニメ映画順次見に行ってるんで、はいはい、前々からねちょっとティザームービーが流れたり、そうっすね、してましたけど、はい、ジャケットからねなんかもう良さそうな雰囲気出てました。雰囲気出てました。映画めちゃくちゃ綺麗でしたもんね、あのティザーの時点で、はい、はい、めちゃくちゃ期待して今日行きましたね。久しぶりに期待して行った、はい、そうです、映画じゃないですか。まあでした。まあ非常に面白い作品だったなと思うんですけれども、はい、まあちょっとね今日はたこ焼きを食べながら、はい、評点とかをねちょっと語っていければいいなと思っております。今日はね、銀だこです。銀だこでございます。じゃあ、いただきます。いただきます。ピザ食べたことないでしょ。銀だこのめっちゃうまいから。なりますよ。なりますよ。てりたま、てりたまでしたっけ。うん、いただきます。うん、うまっ。うんうん。でね、実は皆さん後ろに見えてると思うんですけど、今回はですね、パンフレットと、あとこっちはですね、もうピーさん個人的に買ってましたね。見てください、パンフレットめっちゃ綺麗ですよ。すごい綺麗だった。900円です。900円も積んだって感じですけど。でもね、やっぱり 中身もね、めちゃくちゃ綺麗なイラストが書いてあったりして。そうですね、いいですよこれ。これもね、多分通常版とは違うスペシャル版って書いてあるんで、映画館でしか買えないのかな、うん、多分そんな感じだと思うんですよね。これ1650円でした。はい、でもすごいです。これもう僕ちょっと開けないです。これ中身が見たいから買ったのかと思って。いやいやいや、まあ内容まで見ちゃったから、ね、開けないんですか。でもなんかすごい良くないですか。いや、すごいですね、重量感とね。でもそういうものじゃない。多分見るものだから。鑑賞用でございます。まあ、そしたら読もうと思ったら、うん、買ってきますよまた。いや、早速、はい、評点からいきますか。評点からいきましょうね。じゃあ、食べログ評価、5.0 点満点に準拠した、評点でございます。では、いきます。せーの。おー、4.20 でございます。もう 3.85 です。歴代トップです。え、歴代トップ、歴代トップです。大幅更新です。僕なんでしたっけ、呪術廻戦、呪術廻戦0が 3.85 とかそのぐらいです。うん、はい、点数が上がったり、はい、4.20 でした。来ましたね。はい、まあでもなんかその見終わった後のピーさんのなんか、まあ、これを買った時のウキウキ感見てて相当すごかったなと思いましたけど、これはマジで面白かったです。本当に僕その期待っていうか、まあ、期待はしてたんですけど全然内容とか知らなかったんですよね。うん、でそれでちゃんと見れたのが良かったんだと思うんですけど、絵も綺麗だし音楽もめちゃくちゃいいし、あとストーリーもめちゃくちゃいいし、もう日の打ちどころがないぐらいの、はい、本当に素晴らしい映画でした。で、僕は泣いてました。途中2回ぐらい泣きました。あ、で最後エンドロールでも僕泣きましたし、めちゃくちゃいい映画でした。これはもう本当にぜひ皆さん映画館に足を運んで見ていただきたいですぐらいもう素晴らしい映画でした。多分原作も素晴らしいんだろうなと思って、そう、映画終わった後にもう速攻そのすぐですよね。そうですね。出口出てすぐもうこれを買いに行ったというような感じでした。これ個人的に買いますみたいなぐらいもうファンになりましたよ。ね、素晴らしかったです。いやでもね、分かります。僕もめっちゃ点数高いんですよ。多分呪術廻戦の次かな。うん、まずね、僕は、まあ、ストーリーというよりは、うん、まずアニメーションに見せられちゃいました。はい、もう作画がめちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ綺麗ですし、アニメーションその動きもすごいんですよ、うん、綺麗で、うん、もうなんか本気で全力で作りましたみたいな感じでしたね。マッドハウスさん、そうすごかったですね。すごい、いや、さすがマッドハウス、いや素晴らしいです。で、あとはその美術っていうんですかね、はい、金の国と水の国のその建物の内部だったりとか、うん、そういうなんかね文化がこう見えるその備品だったりとか、あ、はいはいはい、すごい全部が作り込まれてて、こだわってましたね。で、なんかカラフルだし色もね、うん、すごいいろいろ使われてて、もう見応えがもうめちゃくちゃありました。ありましたね。
でちょっとね僕その見応えがありすぎてかもうストーリーというよりもアニメーションでずっと見とれてた感じに なっちゃってましたね。でストーリーの方もあの僕がすごいいいなと思ったポイントとしてはめっちゃ優しいんですよ。優しい、なんか全体の、うん、あの人間関係もそうだし、そう感動のさせ方もなんかその二人が近づいたりするところもね、ぬるっと人の心に入ってくる感じで、うん、幸せになるというか見てて、でめっちゃ優しいし絵は綺麗だし、うん、なんかもうあので見せ場のねまた、うん、見せ場の表現がやけにこだわってましたね。あの金の国をね上から見下ろすシーンとかも、うんうん、もうすごい感動するようなあの眺望でした。眺望でした。ちょっと見応えっぽくないですか。いや、そうなんですよ。でも、分かる分かる。意外としてることは分かるんですよ。で、ストーリーでいくと、はい、ちゃんと伏線を張ってたんですよね。最初に2段階張ってて、はいはい、最後、ね、オチでちゃんとその2つを回収して、うん、話がハッピーエンドで終わるっていうような感じなんですけど、それもね、めちゃくちゃ綺麗にね、いくんですよ、うん。全然違和感がなく綺麗にいくんですよ。でもそれがもうめちゃくちゃ綺麗だし、で、その、中田さんが言ってた、その、眺望眺望もね、ラストシーンの。たびたびいろいろ出てきます。そうそうそう。まあ、金色っていうか、うん、金色主体にした色なんですけど、その、シチュエーションも良くて、うん、あと風が強かったりだとか、なんかそういう描写もすごい綺麗だし、で、なんかその、ちゃんとこれを、問題を解決しきった、うん。しきって終わるっていうのがあったんで、めちゃくちゃもうなんか、見やすいんですよ。僕らはもう結構徹夜明けで見に行ってて、うん、それでも寝なかったですから。 それイコール面白いですから、これはもうね絶対なんですよ。もう最高でしたね本当に。だから世界観も、最初の方は感じなかったんですけど、うん、まあ舞台がね、うん、ちょっと砂漠の国が出てくるんで、うん、ちょっとアラビアンっぽいテイストなのかなと思ってたんですけど、うん、最後の方完全になんかもうちょっとアラジンっぽい感じになってましたね。ああ確かにね。まあそのちょっとね2つの国が戦争構造にあるっていうのがあって、はい、でなんか僕はねすごい泣いたのがその今のその世界情勢あるじゃないですか、うん、なんかそれをすごい考えた時になんかこう戦争が平和的に解決してくれたらいいのにっていうので僕泣いたんですよ、はいはい、だからなんかその今の情勢とか、うん、あとはまあすごいね僕ら仕事で疲れてる状態で見に行ってたんでなんかすごい心が癒される感じがあって泣いてしまったと、うん、あ分かります分かります、うん、その人のね性善説的なものがちゃんとそのストーリーの中にあって、そうそれが結構綺麗なんですよね。キラキラしてて人間のそのねいい部分が、うん、そうものに出てる。まあそのもちろん悪い部分もあるんですけどそれはあくまで対比構造として用いていて、うん、でそれを解決していく姿にこう心打たれるっていうか、すごいねちゃんと意思を持ってやってるんですよ主人公が、うん、一つこの国を二つの国のここをこう作りたいと、ね、うんうん、そのやつをずっと一生懸命作り続けるんですけど、そこにこう心惹かれるというか、そうですね。でもう一人のその主人公の女性の方もねめちゃくちゃビジュアル的には全然可愛くはないんですよ、うん、でもそれをなんかちょっとコンプレックスとして持ってるんですけど、なんかそのいろいろねもう一人その男の主人公にこう惹かれて改善して、うん、でどんどんそれが国をね良くしていくというような流れになってると、はい、もう綺麗、うん、もう控えめに言って最高。はい、多分ね僕今年これを超える映画あれ出てこないような気がする。早くないですか。いやマジでマジでぐらいすげえ良かったです。でもね本当に このアニメーション超えられないんじゃないかなと思っちゃいましたよね、うん、いや思っちゃいましたね。本気で作ったんだみたいな。本当にすごかったです。だって2017年に漫画大賞取ったんですよ、はい、これはね。で今何年ですか。2023年ですよ、はい、6年の、まあ、5年ぐらいの時を経て、そう、ね、マトハスさんが多分全力で作ったんだと思うんですよ。もうそんな感じですよね。そう、これが全力じゃなかったら何が全力なんだぐらいの。そうで、音楽も我らが大好きな、ね、うん、エヴァンコールバイオレット・エヴァーガーデンのね音楽を担当してた方が作曲家がやってて、音楽も良かったですね。良かった、マジで良かった。はい、なんか僕そのアニソンっぽい曲の方が好きなんですよ、バンド調の。ああ、でも違いますよね。テンポ速くて、そう違ったんですけど、そのエンドロールで泣いたって言ったじゃないですか、はい、エンドロールめっちゃ良かったじゃないですか。良かったです。ずっとね縦じゃないんですよ、うん、横なんですけど、ね、ちょっとねあもらいましたね、これね。あ、これパンフレット、まあ、見た人が買うからあれだかもしれない。あ、そう、まあちょっとあんまネタバレしたくないんですけど、うん、そうまあこれエンドロールで見れるんですけど、うん、ここの音楽エンディングの曲もねめちゃくちゃマッチしてて、いや良かったです。良かった。では、恒例の企画
俺でなきゃ見逃しちゃうねポイント。俺でなきゃ見逃しちゃうね。絶対見てないでしょ。漫画でしか知らないです。想像の中の。って言ってる僕も漫画しか知りません。そうなんだ。僕はですね、でこれねちょっとね、あのピーさんともしかしたら被ってるかもって言ってたんですけど、これちょっとね笑いました。いやまだお互い知らないんですけど。知らないけども多分。なんかね、同じことじゃないから、ね、俺は絶対被らないと思ってたんだけど、うん、でも被るとしたら中澤さんしかいないなと思ってたのね。したら中澤さんもどうやらちょっと同じようなことを言ってて、うん、下手したら同じ可能性があるんですよ。うん、でちょっとだからさらに近づいていく感じでちょっと言ってみますよ、ヒント。いやちょっとせーので言ってみます。せあのキーワードありますよね。ありますあります。ちょっとキーワードだけせーので言ってみます。これ本当に打ち合わせマジで打ち合わせしてない。はい、言いますよ。せーの、埼玉。あ、違う、そっち。え、なんで、何ですか。いや、埼玉はあったよ。はい、ヘルク。あ、そっちなんだ。俺でも完全にね、埼玉、うん、埼玉の話もしようと思った。はい、そう、もう、僕が言ってるのはその、主人公と、あとね黒いね、服かぶった女の子がいるんですよ。ウルララみたいなやつ。あ、ライララ、あ、ライララってやつ。そうそう、で、このライララの目がワンの描いてるワンパンマンの埼玉なんですよ、目が。で、主人公のナランバヤルが、モーリーボールでしょ。違う。こいつ、マジで筋トレとか全部やって、強くなったけど、ハゲたら、埼玉なんですよ。ちょっと似てるね。そう。で、俺はそれをめっちゃ思ってて、中澤さんだったらもしかしたら気づくかもしれないと。あ、そこね。そう。あ、だから、じゃあ、よかったですね。被るのあったです、はい。僕はでも、このナランバヤルって主人公は、ヒゲ生やして、パッて決めてる時にちょっと毛利心に見えて、うん、あ、まあ見えましたね。目は多分、そうそうそうね。で、あとはもうサーラが完全にヘルクのお母さんだ。確かに。で、俺そのヘルクのお母さんでヒットしてたのかと思って。いや、僕ね、これってナランバヤル、あ、ナランバヤルと、うん、そこのライララ。ライララで完全に僕はもう埼玉に。あ、そういうことですか。はい。でもね、確かに僕もライララは埼玉で、主人公が毛利小五郎で、サーラはヘルクのお母さんっていうのをちょっと言おうと思います。こんなん聞いてもどうしようもないですよね。何は、まあ、あれですよ。だから皆さん、筋力に水の国を見に行く前に、うん、ワンパンマンとヘルク見てから見に行った方が、あ、そうですね、楽しめるかもしれない。今回の筋の国、水の国、どんな人におすすめでしょうか。これはね、マジで、本当に、まあ、真面目な話になっちゃいますけど、本当に今その世界情勢で、その戦争っていうね、ことが起きてるけど、そのこれをね、みんなぜひ見て、こんな素敵な解決の仕方があるんだっていうのを、まあもちろん届かないと思うんだけど、なんか知ってほしいなと思います。こんな争いを、まあ戦争だけじゃないし、争いを解決する方法ってこんなにもなんかあるんだみたいな。で、あと一つ芯を持ってやることで周りを巻き込んでいけるよっていうのをすごい感じられる作品なんですよ。だからそれをね、みんなもちょっとぜひ味わってほしいなと思うんで、もうこの動画を見た人、ぜひ土日予定がない、平日ちょっと空いたっていう人がいるんであれば、マジで劇場に足を運んで見てください。で、ぜひコメントください。そして高評価ください。マジでいい映画でした。本当に多分ね、僕の中ではマジで今年1位です。バイバイ。確定ですもん、はい、バイバイ。趣味でヒーローをやっているもの